皆さん、お疲れ様です。ザーライトと申します。今回なんですけれども、今ですね、まあ一番の、まあ最難関のコンテンツと、言っても過言ではないでしょう。異形の巨人の記憶ですね。はい。まあ、ちょっと前からね、これが来てるんですけれども、自分の方はね、ちょっとまあ全然いけてなくて、だいぶ眠らさせておったわけなんですけどもね、依頼書はね。うん。ただ昨日、はい、105期の、皆さんと、まあ、連合のメンバーと、ちょっとね、行ってきましたので、まあ、それをね、ちょっとこの後、動画撮影してるので、くっつけようかなと思ってるんですけれども、あれですよね。まあ、ちょっと、やってる最中は、かなりあたふたしてるんで、自分。はい。何喋ってるかわからないかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとね、まず、おさらいというか、初めに言っておくと、やっぱりね、キャラが、ある程度、まあ、その適正キャラと呼ばれる、キャラが、揃ってないと、ちょっと厳しいかな、というような、ところは、さすがにちょっとあるみたいで、そういう意味では、まず筆頭に挙げられるのが、ソセミンと、うん、いうところで、まあ4人で、まあ行くのが、まあオーソドックスというか、まあその辺になってくると思うんですけども、3人ないし4人、うん、アルミンは必要になってくるのかなと、まあ4人おってもいいよね、全然。うん、なので、ソセミンは、ちょっと必須級なのかなというところと、あとは、その、なんつうかね、色欲の巨人が、ゲージ一本、減るたびに、なんか、超飛みたいな、竜巻旋風脚みたいなやつ、ちょっとしてくるんですけど、まあ、それがなかなかの、ダメージを、ちょっと持ってくるというところがあるので、それを、肩代わりに受けれるようなキャラ、要は、キンハンジとか、まあ、エルウィンかな、あの辺が、うん、割と、必要にもなってくるのかな、というようなところになるので、その辺の面々は結構ね、必須級になるかな。あと、火力を出せる方とね、やはり行かないと、おそらく6分で、この、まあ、6分経過すると、まあ、ワンパン攻撃みたいなね、やつ、仕掛けてくると思うので、なので6分で肩をつけないといけないと。さっき言ったように、ソセミンだとか、キンハンジだとかで、まあ、耐えるという部分はそこでいける、とはいえ、火力が足りないとクリアできないというところも兼ね備えてるコンテンツになるので、4人で行ったら、まあ、最低2人だけでも火力を出せる方と一緒に行くっていうのは、まあ、これは必須になってくるのかなという意味では、まあ、火力出すキャラといえば、まあ、このコンテンツはその、炎特攻、炎特攻って言ったらいいのかな、うん、なってくるので、紫背景のそういったキャラを連れていくっていうのが、やっぱり火力出るっていうところで言うと、有効なのかなと。例えば、その、あれですね、ゲルガーとか、サシャだとか、まあ、その辺。あとは、まあ、その、特攻はまあ、置いといて、甲冑リヴァイとかね。まあ、あの辺とかを、連れていかないとクリアできないと。まあ、かつ、その、キャラがおったとて、熟練度及びスキルレベルが育てきってないというか、育ちきってないかな。うん、っていうところになると、ちょっと厳しい。うん。なので、正直誰でもクリアできるっていうようなところではないんですけれども、ちょっとね、周りの強い方と、ちょっとね、組んで、行くっていうのも、うん、まあ、これ、今のところは致し方のないところであるのかな、というような感じではあります。うん。うちの、その105期の連合の中でも、その火力を、で、ご利用しできるっていう、方も、そんなに多分、そこまで、うん、いないっていう状況から見ると、その全ユーザーのっていう範囲を広げると、まあ、なかなかいないと思うんですよね。うん、だから難しいコンテンツでは間違いないんですけれども、うん、その前に、ソセミンだとか、まあ、そういったキャラを一応持っておかないとちょっと厳しいっていうところがあるんで、うん、まあその辺は必要なのかなと。ああいうところでちょっと前置きがね、長くなってしまいましたけれども、この後動画つけてますので見ていきましょうか。どうぞ。はい、というところで、やってまいりました。色欲の巨人かな。うん。営業の巨人の色欲か。やっていこう。ちょっとね、どうなるやろうね。
まあ頑張っていくしかないんですけども、今回は連合の、まあ強強の方と一緒に来てるんで、まあなんとか全てはなんとかしてくれるでしょう。うん、自分の役割としては、やはりその、火力というよりも、まあ、とにもかくにも、ソセミンで皆さんの、サポートをすると。まずはもうこれ打てるようになったら、もうスキル1をいきなりぶっ放す。はい。で、あとのタイミングに関しては、他の方が見てくださると。もう、自分にとってはすごい楽な展開にしてくださるというところなんで、まあ、自分に関しては、スキル1溜まれば即打ち、基本的には。見えたらね、横の人が打つの見えたら、ちょっと我慢しますけど、基本的には即打ち、うん、していいと言っていただけてるんで、それに、おんぶに抱っこでいきたいなと思います。で、一応自分が気をつけておかないといけないのは、火力を出してくれるタカさん、そしてミントさんですね。そのあたりのキャラが落ちてないのを常に見ておく。はい。それは重要かな。おっと。これ一つ言われてたんですよね。ソセミン落とさないように頑張ってくれと。言われておったものの、所定で落とされると。あ、すいません。ありがとうございます。復活させていただきましたね。鋼の守護ときます。守護で合ってたから。うん、まあ、そんな感じです。これで打っといて、あとは回復に努めましょう。そして、ここはアルミン落とされないようにしとかないといけないんで、変えときましょう。とりあえずね。で、回復を入れた後に、また全体回復入れたいところだが、ゲルガーがやばいね。タカさんの。その辺も一旦回復入れとこうか。うちのゲルガーを打って注目を上げときましょう。まあ、ポーションはもう惜しみなく使おう。うん、ここはね。サシャが落ちたね。え、サシャが落ちたんで、タカさんのサシャを復活させたいですが、いけたんでキャンセル。はい。ミントさんの、ハンジかな。ハンジが落ちてるんで、ここは早く復活させとかないとダメっていう状況の中も復活させていると。あかん、これ鋼の守護早く打ちたい。はい。忙しいな、これ。頑張っていこう。あー、ちょっと被ったね、これ、絶対。これ絶対被ったね。これ、いけない展開やな、これ。よくないよ。完全に俺足引っ張ってると思わざるを得ない、これは。ごめんなさい。今、この動画で謝ってます、今。はい。今、こんな感じで今やってるんで、バタバタしてます。多分、皆さんは、もう落ち着いてやってらっしゃると思うんですけど、仕事が少ない、一番少ない自分が一番あたふたしてるっていうね、これもう残念な話なんですけど、もう完全に復活させてしまってるよね、こっちも。回復しておきましょう。大丈夫やね、一応ね。ちょっと回復に専念しよう。火力はもう出ないんで、僕は。なので、他の方々に火力出してもらうために、なるべく生き残っていただきましょう。で、そして、撃てない、撃てない、撃てない、撃ちたい。ここは撃ちたい。早く撃ちたい。回復しとこう。どうやったら回復するの、これ。あ、撃ったね。早く撃とう。撃ちます。はい。スキル1、撃った後に回復していきましょう。こうかな。タカさんに。うん。OK。で、もう一回回復入れときましょう。もうこれもあったふたやな、これ。全然俺スキル打ってないけど、大丈夫。すいません。ゲルガー打って、まあ、ゲルガーぐらいはね、自分のゲルガーなんての落ちてもね、何の変化もないと思うんで、とりあえず注目を集めていきましょう。ミントさんの、リヴァイが落ちたので、とにかく、これで一発で、うん、うちのアルミンは、仕事しないで有名なんで、はい。スキル1言っときましょう。これはちょっとやばい。これやばい。大丈夫かな？大丈夫かな？ちょっと火力の出してくれる方々が今ちょっと1名ずつ落ちてるんで、ちょっと苦しい展開ではあるが、相手の HP も、もうまあ、だいぶ削れておる。そして、自分は、ミントさんを復活させていきましょう。これ来るね。仕事しない。仕事してくれ、頼む。ソセミン。もうこれもう心から思うわ。たくさんがやばいな。これたくさん落ちたらやばいよ。非常に。ヘレンが。鋼。うん。すぐ撃つ。あ、かぶった。すいません。もうさっきからポンコツプレイを完全に。ちょっと早く、蘇生を。ここで、もうここで成功させたらもう何も言うことない。うん、ダメね。マジで。
ちょ、何の仕事もしてないと大丈夫か？これはやばいんじゃないか、非常に。あ、さすがですね。ジェニファーさんのソセミンかな？違うな。ミントさんのソセミンが誰かが復活させてくれたようだと。自分はもう全然蘇生させなくていいので、一応ソセミンが死なないようにだけ、ここしとこうか。危ない危ない。オッケー。タカさんを復活させましょう。オッケーですね。あとは、ミントさんのキャラを復活させたいところではあるが、ちょっと待っていただこう。スキル1打って、変えて、まあまあ、ちまちま、ペチペチではあるものの入れときましょうか。はいはい。あ、これで結構状況は立て直せたかな。あとは、タカさんのエレンだけっていうところになってくるので、ここで仕事をもう一つしてもらいましょう。はい。さあ、頑張れ。今や、OK ですね。終盤でお仕事をやってのけたんですけど、もうちょっとその前にやっとってくれたら、展開は楽やったかもしれませんが、ここでフィニッシュと、フィエルガーの一撃が入って、なんとか、なんとか、おんぶに抱っこでしたと。はい、というところで戻ってまいりましたけれども、ね、グダグダやったでしょ？はい。センスないんすよ、自分ね、こういう、まあ、ゲームというか。もう、自分の出してる動画はもうね、ちょくちょく、イベント行ったりだとか、まあ、そういった、動画っていうのもね、たまに出してるんですけど、まあ、その度に、ちょっとポンコツぶりを発揮してしまってるので、ちょっと恥ずかしいんですけれども、まあ、ありのままのね、ありのままの自分を、出すと、いうところが、まあ、必要というか、自然な流れなので、まあ、自分はこういう、感じなので、まあでも、正直どうですか？やっぱりそんな感じであたふたしてますよね？皆さんね。落ち着いてこう、今回で言えば一緒にいた方々は、慣れてるっていうところもあるでしょうし、動じてないと思うんですけど。すいません。てなわけで、見ていただけたかなと思うんですけど、まあ、参考になるかならないかっていうのはね、ちょっと難しいところがあるので、なんとも言えないんですけども、まあまあ、一応ね、やってみたってやつで、動画載せましたけれども。で、まあ、その動画はね、まあいいとして、まあ、最後にですね、またね、フレンドさんのね、枠がちょっと空きましたので、ちょっとね、フレンド募集も最後させていただいて動画の方は終わりたいなと思うんですけれども、名前がね、スターライトというところでひらがなで検索していただければ、出てくるかなと思います。これですね。で、連合で確認するならば、第105期、生訓練兵団っていうところで、まあそこで確認していただければいいかなと思います。で、こう申請、今ね、結構、いただいてるんですけども、もう現段階でも。うん。いただいてるんですが、ちょっと今回、もう今溜まってる分に関しては、一旦解除させていただいて、申し訳ないんですが、まあ、まっさらな状態で、もう一度この動画の後、申請いただいた方、を対象にちょっとね、承認させていただきたいなと思っておりますので、本当に申し訳ございません。あと、その承認させていただく方なんですが、一応ね、DM だとか、まあ、このブレオダの DM でももちろん構いませんし、Twitter の方の DM でも構いませんし、またはこの動画のコメント欄でも全然構いませんので、この動画を見て申請しましたというような、胸のことを書いていただければ、承認させていただく対象とさせていただきますので、よろしくお願いします。2、3日ですね、ちょっとね、時間、いただいて、そっから、もし、募集人数よりも、申請人数の方が多ければ、ちょっとね、抽選みたいな形になってしまうんですけど、まあまあ大丈夫でしょう。まあ自分程度のもんでは、はい。というような感じで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いしますと。というところで、まあ今回の動画は、この辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。